ただいまより2017シーズンご声援いただきました皆様に選手監督よりご挨拶をさせていただきます。はじめに選手を代表してキャプテン柿谷陽一郎よりご挨拶させていただきます。今シーズン、たくさんの応援ありがとうございます。もう試合終わってますけど、今日 ACL が決まったみたいで、本当にチーム一丸となって、1年間走り抜けてこの結果が得られたと思うので、チームだけじゃないですね、サポーターの皆さんと一緒に本当に走り抜けて、間の ACL の切符を掴みました。本当に1年間ありがとうございます。待ちに待ったトロフィーだと思います。このトロフィーも国体選手だけじゃなく、本当にサポーターの皆様、そして応援してくれているスポンサーの皆様と一緒に取ったトロフィーです。このトロフィーをスタートとして、たくさんトロフィーをみんなで取っていきましょう。今日は応援ありがとうございました。続きまして、監督、ユンキョンファンよりご挨拶をさせていただきます。もう一年が過ぎちゃって、終わり頃に近づきました。모든사람들이어떤기분으로그런말까굉장히고생을많이하신것같은데大勢の方々は、今年セレッソがどういうチームに変貌するのかすごく期待していらっしゃったと思いますけれども、정말많이정말지금까지해왔던모습하고는정말정말많은표현을못할정도로많이변한것같은데本当に今までよりすごく言葉には表現できないぐらいすごくよく変わってきたと思いますけれども、정말저희선수들향연히향연히이기위해서정말최선을다했고僕らの選手たち本当に1試合1試合勝つために最善尽くして頑張ってきましたし、물론여러분들의그런해주신모습을보면서저희선수들이더욱더힘을내따라서나갑니다。もちろん皆様が応援と声援を送ってくださるその姿を見て、僕らの選手たちもっと力を出して戦えたと思います。여기있는모든선수들이정말올해뭔가를얻고자굉장히싸워준결과라고생각합니다。ここに集まっている選手みんなが何かを得ろうとして頑張って戦ってきた結果だと思います。俺の1年정말주장을中心으로今年1年キャプテンを中心にして모든선수들이잘따라와줬기때문에저희가이런결과를내다라고생각하고全選手がうまくついてきてくれたのでこういう結果も得られたと思いますし、저희팀으로서처음으로ルヴァンカップラントロフィーを受けてるんで、そしてチームとしてはルヴァンカップというトロフィーを初めて持ち上げることになりましたけれども、이번또한여러분들의성원이있었기때문에저희가이런결과를얻을수있었다고생각합니다。俺も同じく皆様の声援があったからこそ持ち上げることができたと思います。그리고이제부터다시역사가새로쓰여질거라고생각합니다。そしてこれからもう一回新しい歴史が変えていくと思います。저희가지금 ACL 아까얘기가나왔지만 ACL 획득을했다는얘기는뭐잠깐들었지만そして先ほど ACL 話も出てきましたけれども、僕も先ほど ACL 獲得できたっていう話を聞きました。저희팀도오라못지않은그런모습들을충분히보여줄수있을거라고생각합니다。僕らも十分裏に負けない姿を見せれることができる
なので、まだ今年終わってはいないんですが、俺ほど내년은더욱더여러분들한테더좋은모습더즐거움을선사할수있도록최선을다하겠습니다今年よりもっとさらにいい姿、そして皆さんにもっと喜びと関係を伝えるように、最善尽くしていきたいと思います。선수한테는아직시즌이끝나지않았기때문에뭐수했던말은되겠지만選手たちにはまだシーズンが全部終わってはいないので、お疲れ様という言葉は残せないんですけれども、今日は정말멋진결과줘서정말감사하고、まず今日試合本当に素敵な結果と内容で本当にありがとう。そしてもう앞으로천안대또우리가남아있기때문에모든여기있는뭐서포터여러분들과그다음에프런트그다음에선수들3일치가돼서다시한번이옆에트로피를하나더얻고싶은생각이있습니다まだ天皇杯が残っていますので、フロント、そして選手、全員、そしてコーチングスタッフ、サポーター、皆さんが3人一体になって、もう一回、トロフィーを持ち上げることを、本当に祈っています。そのために再発をしていきますし、このテーブルの上にもう一回、もう一個のトロフィーを置いていくようにします。今年1年、ありがとうございます。